ホンダは青山の自社ショールームにおいて、夏に発売予定の 110cc スクーター DIO 110を展示しました。開発コンセプトとしましては、ニュースタイリッシュコミューターとして使い勝手と環境性能に優れ、スタイリッシュなデザインを採用したみんなの足にちょうど良い原付2種スクーターを目指しております。車体はコンパクトでありながら2人乗りにも十分対応できるボディサイズとしており、前輪後輪に台形の14インチタイヤを採用することで快適な走行性を実現しています。通勤通学にも安心な積載性ということで、フルフェイスヘルメット1個も収納可能なシート下スペースを備えており、積載性といった点でも35リットルのトップボックスも取り付け可能なリアキャリアを備えております。エンジンは信頼性と経済性に定評のある空冷4ストローク OHC 単気筒 110cc を採用するとともに、 PGM-FI の採用などにより優れた指導性と低燃費を実現しています。主なユーザー層としまして、若年層で新規購入のお客様、20代30代の通勤通学でのご利用でのお客様をターゲットとしております。またセカンドバイクとしてご利用のお客様も考えております。ホンダは今、早く安く低炭素でを合言葉にものづくりに励んでおります。このDIO110も思い切った低価格帯で出させていただきます。